たまたま今は花粉症の花粉の季節でありまして、私は花粉、が飛び始めると1週間ほどこう鼻水が出るんですけど、若い頃はもう花粉症で本当に2、3ヶ月、2月の終わり頃から5月の初めまで、まあ本当に沖縄へ移住しようかと。なぜ沖縄かと言いますと、沖縄には杉の木がないということです。まあ雑音が入りますけど、うちのワイフが今食事をして洗い物をしてるもんですから、まあそういう雑音を許してください。でまあ皆さんに役に立つ話をしたいと思うんですけども、幼児教育を一言で言えば何かということなんですけど、結局は方向性の基盤を作るということにで言えるんじゃないかと思うんです。方向性の基盤を作るんですね。でその基盤をどう作っていくかですけども、まあ、その前に私自己紹介ですけども、まあ、幼児を教えるようになってな、もう40ちょうど、今年で39年、まあほぼ40年、まあ、幼児をずっと、まあどういうわけだか見てきたわけでありますけども、まあその40年という、まあ長い年月を振り返っていまして、幼児とは何ぞやっていますって、今幼児教育とは何ぞやっていうと、方向性の基盤を作ることなんですね。何か教えるってことじゃないんですね。教えるって言ったら、いわゆるそのよく誤解されますように早期教育じゃないんですよね。小学校で教えることをその幼児の世界を持ってきて、それでその幼児教育だっていうふうに考えている人もいますが、それは間違ってますね。はっきり言って間違ってますね。早期教育じゃないんですね。幼児期には幼児期としてやっぱり やっておくべきことがあるんですね。そのやっておくべきことをやるのが幼児教育だということです。じゃあ 何をやるべきかと言いますと、まあ方向性、例えば私はまあ学習ということを言いますけども、よく学力ということもありますね。学力テストとかっていう、あれおかしいと思うんですよ。なぜおかしいかというと、学力ってのは読んで字のごとく学ぶ力でしょ。ところがそうじゃなくて、一般の人は学力っていうと、まあどこまでその勉強ができるようになったか、あるいはそのまあ、なんて言いますか、その点、まあ、テストの、ね、点がある高ければ学力があり、低ければ学力がないということを言いますけども、それはおかしいですよね。学力というのは学ぶ力のことを言うわけであり、学ぶ力とは何ぞやというと、自ら学ぶ力を言うわけですね。自ら学ぶ力だから、例えばその自ら学ぶ力を養うというのは、例えばですね、わからないことがあったら自分で調べて、そしてその自分で納得するまで追求して、そしてそれを自分の身につけていく、これが学力なんですね。ただボケーっとテレビ見て、ああいい番組だったな、ああ今日面白いこと言ったな、それは学力でも何でもないんですね。まあただの受動体と言いますか、受け身だけなんですね。ところがその、まあ、学力というものについて言えば、それはやはり幼児期にしっかりと方向性を作っておく必要があるわけです。わかりますか。例えば幼稚園の子供に掛け算の九九を覚えさせるのは、これはまあなんでなんていうのかな、意味のない教育なんですね。じゃあ何かって言ったら、例えば自分で今言ったように疑問に思って、そして自分で考えて、そして考えても分からない時は親に聞く、なぜどうして、まあ 4.5 ちょうど年長なる頃前もらうから、なぜどうしてという会話が非常に多くなるわけですけども、なぜどうしてという会話を自分で通しながら、そして自分の方向性を作っていく、そしてそれを手助けする、あるいは興味づけしたり動機づけしたりするのが幼児教育だと、そういうことになるわけですね。教えるのではなくて、いわゆるものを学んでいく、まあ、なってますか、基盤を作っていく、それがあれば子供はあとは自ら伸びていきますからね。そういう基盤を作るのが幼児教育だっていうふうに私はまあ、この40年近い年月を経て、まあ、今そういうふうに